医療さんって、標準語と関西弁をこう、盛り混ぜて喋れますよね。あのね、うん、なんかね、親密度が上がってくると、どんどん関西弁になっちゃうよね。<laughs> そう。お前アホかとかって言ったらね。うんう。あの、なんていうのもう1時間ぐらいの、あの、付き合いでも、すぐね、うん、なんか、タメ口になっちゃったりするから、ね。いいじゃないですか。うんね、いいじゃないですか。だって私はタメ口されて全然問題ないですよ。ね、あの、ここでね、じゃあ、あの、メール一回紹介していきましょう。はい、はい。えー、こちらはですね、兵庫県のアカデミー生、運命のらせんさんから。ありがとうございます。はい、ええ竹内さん、石川さん、こんばんは。こんばんは。えー、突然ですが、石川さん、俺だ。 俺に一つお願いがあります。それはぜひ、え、イタチの声で関西弁を喋ってほしいんです。お願いします。ああ、聞いてみて聞いてみて。さっきもね、関西弁の話出てたけどさ、イタチで関西弁言うのイタチで関西弁。ああ、じゃあやろうか。やってください。な、な、じゃあこのセリフでいこうかね。えっと、元がね、愚かな老頭とよって、あったでしょありました。裏名、肉名。はい。じゃあそれを、じゃあ関西弁でいきます。はい。しょうもない老頭とよ。この俺を殺したかったら、裏んかい 肉まんかい。<laughs> こんな感じですか <laughs> 超、超、超愉快なお兄ちゃんになるんだ。<laughs> ん<か>関西弁になると。でもね、関西弁の人ってね、なんかあれ、明るいっていうイメージあるんだけど、うん、暗い関西弁だっているんだからさ。そうですよね。でもしょうもない。弟で入りからして。<laughs>